はい、皆さんおはようございます。今時刻が、9時48分ということで、今からジムに行くんですけれど、昨日までね台風だったんですよ。もうすごくてずっと天気が悪い状態で、もう外に出れないぐらいのレベルの時もあったんですけど、今日から快晴ということで動画を回していきたいと思います。こういういつも通りの動画の感じ、すごい久しぶりなんですけれど、またリズムをね取り戻したいと思います。はい、ひとまずジムへ行きましょう。最高のドライブが待ってます。レシートにね50円引き券があるんで、これ使おうかな。セブンイレブン行ってきます。モンスターをね50円引きでゲットしました。めちゃくちゃ得した気分。ああ最近ねモンスターとかも安くないじゃないですか。こういう小さな幸せがなんか嬉しいですね。やだ倒れる。というわけで気合を入れて行ってきます。乾杯。よし、じゃあ今トレーニング終わりました。胸トレ、いいトレーニングできました。でこれから今日はですねバンキッシュの新作が出たので、バンキッシュの撮影をもう外でねやっていきたいと思います。はい、ちょっと久しぶりの晴れでめちゃくちゃテンション上がっております。というわけで撮っていきましょうか。行きましょう。よし、皆さんこんにちは。ちょっとこれはふざけてないんですけど、マジで声が出なくなっちゃって、ちょっとこれ聞き取れてるかな。ダメだ。2日前ぐらいにちょっと体調崩して熱とか出て、で今は喉がって感じだから、ちょっとトレーニングもあまりできてない。まあ大会終わってから正直トレーニングは週 1.4 とか、少ない時は3とか。大丈夫かな、これ聞き取られてるかな。まあそんな感じなんですよ。こんな感じだからちょっと取れるかわかんないけど、まあこんな声を聞くことないじゃないですか。記念に取ろうかなって思って取ってます。はい、体調は悪くないんで、なんかきつそうだけど全然きつくないんで大丈夫です。で今日の1食目ですね、卵白と全卵1個とジャスミンライス150g です。いただきます。うまい。じゃあ今食事食べ終わったんですけど、あの食事だけじゃタンパク質が足りないんで、プロテインを飲みます。ネイチャー館から新しく出た WPG プロテイン。今までは WPI しかなくて、マクロはいいんですけどちょっと高かったけど、味のバリエーションも増えて値段も前より安くなってるんで、
味も美味しいです。すでに飲んでます。これはチョコレートとヨーグルトと抹茶3つあるんで、一応全部美味しいけど、ヨーグルトはちょっと薄いかな。いただきます。うまい。ジムに行くんですけど、ジムの前にスタバに寄ってます。これ通じるかわかんないけど、こんにちは、ご来店ありがとうございます。ご注文がお決まりでしたらお伺いします。マンゴーパッションディフラペチーノ、はーい、のグランデ、はい、グランデサイズで。よし、はい、じゃあ今トレーニング終わってジムの近くのステーキ、やっぱりステーキ定番ですね。